JR 東京西駅ビル開発株式会社は東京都八王子市に本社を置き中央線沿線で駅ビルを管理運営していた企業東日本旅客鉄道の連結主会社1980年8月1日旧国鉄時代に八王子駅の駅ビルを管理するため八王子ターミナルビル株式会社として会社設立八王子ターミナルビルには ソゴ八王子店、八王子ナウが出店した。2021年4月1日、JR 中央ラインモールを存続会社として九州合併され、株式会社 JR 中央線コミュニティデザインに社名変更した。セレオ八王子、セレオ相模原、セレオ国分寺、セレオ甲府、セレオ西八王子を運営していた。各駅ビルの詳細については当該記事を参照。 セレオ・相模原のみ、中央線ではなく、横浜線での店舗展開となる。1987年の国鉄分割民営化に伴い JR 東日本グループとなる。その後、中央線沿線の駅ビル管理会社を九州合併したことで、2007年7月に JR 東京西駅ビル開発株式会社へ社名変更した。 駅によりまちまちであった駅ビルの店舗ブランドをセレオに統一した。サリオは中央線のラインカラーをイメージしたセントラルラインとオレンジに由来する造語。そこを八王子店、八王子直時代の八王子ターミナルビル、八王子駅北口、南口の駅ビルで運営していた商業施設。南館が2010年11月に北建が 八王子ナウをリニューアルする形で2012年10月にオープンした。現在の施設についてはセレオ八王子を過去の施設については祖号八王子店を参照。武蔵小金井駅南口再開発事業により建設された JR 武蔵小金井南口ビルに入居する商業施設。2009年12月に商業施設の愛称を一般公募により募集し、 八王子駅、南口ビルの施設とともに、サリオが採用され、セレオムサシコガネイとなった。2016年12月1日付で、中央線のムサシ駅から、国立駅の間で主に、中央線高架化で建設された、高架した店舗などの運営を行う JR 中央、ラインモールへ譲渡され、同社のブランドである、ノノワに店名を変更して、ノノワムサシコガネイとなった。 ありがとうございます。